皆さんこんにちは。こんにちは。東海学生サッカーリーグ第2節延期分常葉大学戦をお送りいたします。2節ということなんですけれども、はい、本来だったら2試合目だったんですね、この試合。そうですね。なんですけど、まあいろいろ事情がありまして、はい、最終戦になりました。はい。今週のテーマはポジティブということで。ポジティブ。ポジティブということで、さあスターティングラインナップを見ていきましょう。見ていきましょう。さあスターティングラインナップです。注目選手誰ですかね。注目選手はやっぱり誰ですかね。みんな注目です。みんな注目で、はい、さあ行きましょう。さあ行きましょう。さあキックオフはトコハボール。大きくロング長いボール入ってきますね、はい、ここは大須賀しっかりと、おっと、ここは対応していく。大須賀じゃないですね、これ歌舞伎ですね。歌舞伎、確かに今日注目選手は歌舞伎かもしれませんね、はい、歌舞伎です。歌舞伎ですね。センターバックに、出場してます。センターバックで出場してます、はい、歌舞伎です。センターバックのチーム状況ちょっと悪いですからね、今。そうですね、怪我人が多いですから。15分。さあ左、ここ門脇ですか。門脇ですか。門脇から長いボール、白石ナイスタッチ、うまい。さあここで杉山かわした、うわー、惜しい。いい左足だ、これあるんじゃないですか。いやこれありますね。似たて似たて去年から、はい、さあ前半18分。さあ前半18分ですね。これ徳川大学ですね。ここは左サイド、ヒットが、トカの左サイド、J 泣いていますからね。いやー強力ですね。強力ですよね。あー高い。なんこれ、まあ、おかしいやろ。これは高すぎます。飛びすぎやん。前半19分ですか。うまいっすね、やっぱトカって、はい、なんか身体能力もやっぱ違うっすよね。力強いですね。試合前からトカの選手見てましたけど、体が分厚いというか、はい、これから繰り出される強攻撃は、まあ、だいぶ 強烈なものがありますよね。今日やります。やりますよね。さあここで、さあ引っ掛けたが取られない、白石、ワンツー、白石が来た、右足、おっとこれはボトムで、まあどんどんシュート打っていきましょう。いやシュート打つっていうのはいい意識ですからね、はい、打たなきゃ入んないね。打たなきゃ入んないからね。相手のキーパーも、J リーグ内定すごいですよね。何人いるんですかね。さあここワンツー抜けてくるが、これ奪いました。カウンターにつなげたい、長いボール、あいいボール、さあいいボール入ってきました。ここは白石、ここは白石キープ、エースナンバー10を背負う男、うまい、いや強い、入っていく、おいしょ、うわー、いやー、いい仕掛けです。いいシュートですね、はい、キュッと落ちてくるようなボール、すごいです。相手キーパー上手かったですけどね、すごいですね、あれ止めちゃうのは。コーナーキック、コーナーキック、弾いた、さあ二次攻撃、いい切りたい、さあ相手ボールの攻撃続きます。倒された、おっと、うわー、そこから狙いますか。相手もシュートの意識高いですね、はい、今どんどん打ってきますね。リフレクションあったんですかね、ちょっとディフェンダーに当たってたような気もしますが、さあ徳川大学右サイドからの攻撃です。さあ中央つけていきます。さあ真ん中、さあ真ん中、うわー、スルーパス、スルーパス、これは切れます。ここで前半終了、はい、いや見応えありますね。見応えありますね。なかなかやっぱ徳川は強烈ですが、強烈な攻撃ですね、本当に、はい、速い、強い、うまい、いやサッカーやって楽しいでしょうね。はい、そうですね。さあ後半静岡大学反撃を狙います。行きましょう。ロングボールからスタートです。静岡大学キックオフ、これ続いてますね。続いてますね。さあスローインから東海大学、おっとひっくり返った、おっと、しかしこれはクリア、しかしクリア、いいですね。これまた長いボールで東海大学は攻めていきます。右サイド、おっと中盤、さあ逆サイドに来ました。さあここは粘りたい、中に戻ってくる、いやーループえぐい、ここループですか。速くて上手くて強くてセンスがあります。センス、センスがある、センスもあった、えぐい、いやここ、いやー仕掛けて、早い、早いですね、早い、これサイド早い、これいつもだったら大須賀翔も追いつくんですけどね。そうですよね。いやしっかり決められました。これいつも追いつくんですけどね。早すぎます。早すぎましたね、はい、これ。さあ静岡大学も反撃を狙いたいところ。反撃したいですね。さあ反撃ののろしを上げたい。堀本。堀本が打ってってか？打ってた。あ打ってった。おお、まあ。パワーがある、はい、シュートでしたね。どんどん打っていきましょう。どんどん打っていきましょう。後半14分です。相手の右サイド、右サイドからワイドの位置でボールを持ちます。ここも早そうですね。ここも早そうですよね。これ途中から両ウィング変わったんですよね、トカは、はい、
もう選手層も厚いです。厚いですよね。さあここ左サイド、さあここ1-1。いや、やばい。これはしょうがないです。やばい、これはしょうがないです。はい。キーパーノーチャンです。キーパーノーチャンスです。ノーチャンです。あれはしょうがない。悔やむところじゃないです。はい。前向いていきましょう。前向いていきましょう。ポジティブいきましょう。今週のテーマはポジティブです。さあ1点返したい。さあ、こぼれるか？入ってくるか？あー、やったー！白石。白石。さすがです。白石。素晴らしいですね。これ競り合ったの柴原、ここ押さえてかわした。白石かわして一回つけます。このこぼれ球を白石、いやー、嗅覚ですかね。嗅覚ですね。これはさすがエースです。いいストライカーです、はい、さあ後半30分のシーン、静岡大学は攻勢を強めていきたいところです。おっと、これは大学徳川大学にボールが渡ります。入れ替わられるか。入れ替わって真ん中のボールからスルーパス。スルーパス。いやー、早い。早い。今度は早いが出てきましたね。次は早いですか。いやー、恐ろしいですね。攻撃の手段が本当に多いですね、はい、何でもしてきますね。何でもできますね。これ試合中見てて気になったのは、コーナーキック全部頭当ててくるんですよね。はい、恐ろしいですよね。リングも強いです。ボールもいいんですよね。はい。佐藤大学、左の低い位置からビルドアップしていきます。あ、いいトライアングル。ここで試合終了です。東海リーグ初出場を飾ってみていかがでしたか。はい、初めて出てみてやっぱりフィジカル、スピード、技術まだまだ差があったので、そこについていけるように頑張りたいなと思いました。後期リーグはさらに厳しい戦いが続くと思いますが、意気込みをお願いします。もう絶対負けないので、もうチーム一丸となって頑張っていきます。一丸。